こんばんはフルー、二重丸、こんばんはフルー、こんこんごまさちゃんありがとう、こんばんばこんばんばこんばんは、100に挑めましてありがとう、綺麗な声ですね、だってありがとうございます。おはこんばんちは、こんばんはにわに、こんばんちゃ、こんばんはさんちゃん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんち、こんばんは皆さん。テロップ今日は何人を入れようかな。今日はまずこんばんはって入れとこう。こんばんは、こんばんは、ガムさん、そう、上になりました。こんばんは、 MYMCR 月曜日の夜のよ、ま、はい、18日は青春ガールズ公演に出演させていただきます。イエイ。こんばんは、行ってきますね、ただいま、おかえり、調子良いですよ、頑張ってますあら、かわいくちゃん見つけた、いやん。こんばんは、コント劇のグッズ届きました、おー、よっしゃよっしゃ、やった。実はですね、カノンさんも届いたので、今日は皆さんと見ていこうと思います。こんばんは、1時間制限なくなりました。平日3時間の休日と祝日は5時間まで。53ちゃんありがとうございます。出るのね、そう、パッション本遊のコント劇のグラサバのあれでちょっと出現率アップ中みたいなので、皆さんぜひガチャだっけ、ガチャしてください。こんばんは、頑張ったの、ありがとう。こんばんは、おめでとう、ありがとう、グデカのカリです、ありがとうございます。はい、楽しみにしててください。そうなんですよ、今回で初めて燃焼トリューが揃います。今日はパチパチです。そう、揃うんですよ。こんばんは、内容はねまだ言えないけどね、5時間すごいね、5時間ぐらいやったのは多分生誕祭配信ぐらいじゃない。そうなの、はい、入ったよ、なんかいるのってやってあららららら、何食べましょうね、はーい、ご実家のありがとうございます。ちゃんと、写真もゲットできた、グッズ届いてたよ、やったー。内緒組しか見てないからね、ん、見てないからね、だって、じゃあもうみんな見れちゃいます、内緒組が。お得じゃない、18日そんなこと言ったら、俺得で OK、 小さい秋見つけた、ありがとうございます。そう、見上げま、カノンね、面白い話を面白くそのまま伝えれないんだよね。ピエン、何の話したっけな、何の話したのかはあるんだけど、ちょっとうまく伝えれません。年少三姉妹、あれ、ね、どっちもまだ健在なんだけど、年少三姉妹かな、新しく増えた方は。そう、年少三姉妹じゃんって、年齢がねちょうど2個ずつだっけ、2個ずつ離れてるから、初めてか、そう、初めてなの。こんばんは、こんばんは、だるまさんありがとうございます。くるくるくる、わ、なんだこりゃ、必勝だって。あ、なんかカノン書いたよ、これオーディションのショールームの時に。違ったっけ、あの習字で書いた、年齢制限あるから、あの、ちょ、ついてきてないや。今の服装はもうレッス、今日もレッスンをしたんですけど、もうレッスン着って感じ、今日もレッスン着です。レッスン着、特に変哲のないレッスン着です。盛ればいいよね、無理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 。ごじゅさんちゃん、カリありがとうございます。ん、バランス前もね、あ、バランス前バランス前ね、カノ入っていいのか分かんないけど、年収じゃない、違います、星になっちゃったよ。
50カノン50カノン砲ありがとうございます。こんこんこんばんは。多分ね2つずつじゃない。お疲れ様だってありがとうございます。皆さんも今日もお疲れ様です。今日は何しましたか皆さん。こんばんにゃー、こんばんにゃー。年少3姉妹メラメラそう年少3何だったかな。1回脂肪燃焼トリオっていう風に言ってた時があったな。にゃー、カツ丼先生も出る。そうなのよ、はやかちゃんとカノンが今回2回目のメンバー。そう、みえちゃんのモバメにレッスン上の写真を載せた記録に、あれはちゃんとよくちょっと見てみてくれ、お気づきかもしれないけど、青春ガールズのあの曲 をイメージして、青春ガールズ公演の曲をイメージしてポーズをとってるので、あ、これはこの曲のかなって見てみてください。グジュッカンありがとうございます。こんばんは。わー、ラフな格好ですね、やっぱ動きやすくないと。でもね、これあんまりねストレッチ性がないからね、ちょっとあのもうちょっとねストレッチ性があるのをあの履きたいんですね本当は。こんばんは、50ネットルお届けありがとうございます。はーかちゃんの毛が治ったのかな。あ、皆さんに足のことん、はーかちゃんの毛、そうそう、はやかちゃんね12周年頑張ってたからね、ちゃんと安静にしてからできたらいいね。んそのことかな、皆さんに伝わってるのはそのことかな。破れやさすがに破れはしないけど、あのそうなのよ、そうそう、そういうことです。ぜひ皆さんチェックしてみてください。さんちゃんの昇格席はチームインさんを予想、そして希望でしたって。おー、この前ね、この前っていうかだいぶ前のね配信でね、カノンはどのチームだと思いますかっていうのを多分アンケートの時かななんかでやったんだけどね、もうねバラバラだったバラバラだったけど、どうなるかな、わかりませんね。こんばんは。そうだ、皆さん多分知ってるからこれは話していいね。全然あの一回さ、あのなんだっけ、 DMM とかのその今回の18日の青春ガールズのお知らせが、あのチーム K2 の最終ベルが鳴る公演に出るみたいなことになってて、うえーってうえーってなってびっくりしました。かのもこんばんは。冷ややっことガキに決定しました。冷ややっこ、あ、ピンになってるけど冷ややっこだよ。冷ややっこ、やっこ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 、柿ね、柿並んでたわスーパーにも。はやかちゃん、そうなの、初めて、あら、そうなの、あ、急に、あらら、頑張ってください、お仕事かな。こんばんちゃす、かのありがとう。はい、何言ってんの、あなたマイク持ってるポーズ一瞬目がなくてダンスでダンスの先生かっこいいね。 S ではない、どっちかだと思って、でもチーム S か、ほらね、いろ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 なイメージがねあるんだね、カノンにはきっと。こんばんは、間違ってた、あれ、あ、そうそう、間違え、知らないんだ、もうやめて、え、そう、これでもみんな皆さん反応してたから知ってるよ、弾き方は知ってるよ、なんか内緒の話ではないと思います。アンダー早いね、みんなみんなもうねアンダーに出るみたいな表現になっちゃったから違いますねって、びっくりした。おはようさん、フランシスコ、あら、今おはようですか、今日さつまいも日、そうだよ、そう、今日さつ調べたらいつもなんか今日は何の日かなって言って調べるんですよ、そしたら今日はさつまいの日ですって出てて、そりゃもうみずきちゃんの日じゃんってなって、だからみずきちゃんとのツーショットにあのさつまいもをねいっぱいいっぱい並べたんですよ。
こんばんたこちゃん、たこちゃんです。どうもこんばんは。なぎさにもイメージある、イメージあるね。なぎさにもイメージあるよ。え？あるよ。まさかお仕事です。あ、そうなのですか？お仕事。わらわらわらって頑張ってきてください。イメージと違うチームある。あー、まあね、イメージもね、いろいろなのよ。チラッ、どうもチラッとありがとうございます。チラッ、こん、ごはんちゃん、そう、ごはん、そっか、みずきちゃんはごはんちゃんだったんだね。そうだそうだ、ごはんちゃんの日です。こんばんにゃー。みーちゃんからき、そうなの、みーちゃんも喜んでると思う。今日はそう、いすずかみずきちゃんの日です。ベルがほんまやったらアンダーではなく乗っ取りというかね、もう昇格したかいって思っちゃう。そんなことはないんですけど、6人一気に、そんなことはないんですけど、ぶりっ子、そうだから K2 ではないから、どうないかな、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 あ、かな、かな、言えないけど、あれ、岐阜県、あれ、ちょっと待って、カノン見てないのがやばいことになってるかも。通知来た、あ、今パソコンが起動しました、ちょっと触れちゃったら。あー、くまちゃんのトロフィー、あ、これあれかな、ちらっと見た、あの体育の日だっけ、体育の日かな。ありがとうございます、くまちゃんちゃん、ありがとうございます。輝いてる。大学芋作ってみーちゃん、 あ、確かに大学芋食べたいな。星になっちゃったよ。スマもあったら柿をやめる。柿をやめますか。あらららら、柿さん、ハート、ありがとうございます。ハート、ハート、ハート、ハート。みーちゃんの配信あるから聞いてみます、多分する。あ、本当？何？あ、さつまいもの日だよって、違う。じゃあみーちゃん、ごはんちゃん、いすずさんとさんちゃんみたいにニックネームたくさんね。どうしてもね、オーディションの時のとか、まあいっぱいになっちゃう。あ、いしずいしずさん、こんばんは、こそばそこ。研究生のフラッシュさんもまだ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 ね、必要ですね。研究生9年半親しくしたメンバー、あ、そうなのね。ナンバーはね、なんかあかりんさんのことを前ちょっとちらっと聞いたけど、このショールームでも、あかりんさん、わからんな、かわいいなって、ありがとう。ミスドの芋めに、あ、知ってる、あのね、食べたこともないけど、おい芋ってやつでしょ、芋けんぴをお芋って、ダジャレみたいだね。おい芋、お芋、ミスドの芋メニュー食べたいな。でもゆいちゃんはさやちゃんとは呼ばれない、なんでだろうね、なんでだろう、なんで、そう、さやちゃんのイメージがちょっと違ったんじゃない。違う、そんなこと言ったらあれかな、ゆいちゃんに怒られるかな。可愛いんだけどね。でもゆいちゃんはゆいちゃんなんだよ、きっと。さつまいもの日だから、もう、あ、あんま言うとやっちゃうから、やめとくね。そうなんだ、欲しいなってるよ。グレッコのポッキーが世界で最も売れたチョコのビスケットしね、なんかニュースってやってた。今日はポッキー食べようか迷って、結局違うチョコレートにしちゃったんです。ポッキーを食べればよかったな。イチズ&パピーがん急速に普及している印象ね。パピーもね、結構もう定着しちゃった。あと石津さんが結構今来てるかもね、呼び方で言ったら。うん、お芋、こんばんは。カトユは、あ、カトユイもある、カトユイもあるね。ゆいちゃんは、ゆいちゃんとカトユイ、あとなんか言ってた、はやかちゃんがなんか言ってたよね。ゆいし、加藤のゆいしだっけ、忘れちゃったけど。なぎさんのイメージ選手権、いいもんだ、いいもんだ。こんばんは、ゆろゆろ。さつまいもは苦手、いきなり団子は食べる。いきなり団子といえばルーちゃんさん、井上ルカさん、
食べてみたいな、いきなりだん。ケーキのおり。で、チョキのイメージあるから、さやちゃんと。あー、そうなんだ。そっかそっか。今日、鬼まんじゅう。ね、鬼まんじゅう知ってますよ。鬼まんじゅうおいしい。鬼まんじゅうも、あの、栗のさ、栗きんとんの次に作ってくれるおばあちゃんが。スヌグランマが作ってくれるんです。おいしいよ。みねちゃんお菓子配ってた。みねちゃんお菓子配ってた。何のことじゃろ。さあ星になっちゃった。てんてれれんてんてれんてんてけれんてんてんなんで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 てんてけれんてんてけれんてん、なんだろう、なんでパピン、あ、なんか言ってたね。なんだったっけ。おカノンその場に多分いなかったんだけど、なんかで聞いたな。なんか鍵がなんとかで、電話でお父さんがパピーでみたいな。ポッキーは11月1日に食べる。あ、ティッティッティリッティッティリリッティ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 リッティみたいなダンスあるよね。11月11日はポッキー&プリッツの日。こんばんは。カットユーのきらめき、キラキラサボり、あれ星になっちゃった。あれさっきのさ、ガウマルサボってないよ、いるよちゃんとどういうことだ。さあこんばんは。いや覚えておけなければ、そうカノンも覚えてくださいね。カノンはカノンとサンちゃんとさんちゃんとタコシャン、タコシャンでいいかな。タコシャン、カトイモじゃないよ。15分経過、ありがとうございます。サワカモとは言わんな、呼びにくい、呼びにくいな。カトイモいいけどね。握手会に行きたいだって。そう、じゃあちょっとそろそろグッズをちょっとこちらもあの発表というか一緒に見ていこうと思います。だるまさんありがとうございます。ちょっとね、だからコメントはお待ちくださいね。グッズを届きました。やっほいほいほい。あー危ないでは缶バッジが出たから缶バッジからいくかな。じゃあとりあえず自分のところからいこう。自分の缶バッジ発表。てで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 アロンさんの缶バッジ。恥ずかしいけど、もう皆さん見てますもんね。来ました、カノンさんの缶バッジ。ね、つけていきたいって言ってくださってる方がいて、え、嬉しいってなったね。こんなカノンさんの缶バッジをありがとう。ぜひ待ってます。今はないけどね、なかなか。なんか透明で透けちゃいそう。透明ってそういう、そういう意味じゃないよ。この光ってね、光って。ブラサバね、これもちゃんとしてる、ちゃんとしてるってめっちゃいい感じ。同じ、あ、本当カードと同じ。そうそうそう、お写真撮るのも緊張して、もう先輩たちがもう可愛すぎて、もうどうしようかと思った、見学してる時。そう、初めてのグッズでございます。高いんでしょって、それは人それぞれですね。わかんないですね。他にもですね、まあ先輩たちもだね。あー、ソーダさんのかわいい、見て、ソーダさんのもあります。かわいい、なんてかわいい。サリちゃん、サリさん、ソーダさんの、伊達さんの写真も出た。だって、あ、伊達さんの写真はね、多分ね、なかったね。一回ちょっと見たんですけど、視聴者プレゼントじゃないですよ。これは私が大事にしてます。サリッペのいいかなって、いいかなってどういうこと。あざといわ、かわいいわ、もう瞳がもうなんかあざといわ。ちょっとね、次ね、熱くなってきた。つけてない、もう最近こっちだ、ダメ、
営業妨害だって営業妨害。最近またさ暑くなってこなかった？暑くなってきてますよね。夏に逆戻りしてる気がする。冬を来ないで。おはよう、ちかこさん。ちょっと待って、いっぱいある。ちかこさんの、ちょっと待ってよ、絶対あるはずの。あ、ほら、ちかこさん、助けて、起こしないと。かわいいですね。もうみんなこれあれだね、上目遣いになるように撮ってあるのかな、主役。あら、かわいいね。昨日今日暑いよね。明日はどうなりますかね。おしげ、おしげとは、おしげとはなんで。そしてじゃあ次はゆっちー。ゆっちはもうゆっちだね。なんでだろうね、呼び方。ゆっちかわいい。こちらも上目遣いのゆっちさん、え、おしげ、どうしよう、知らないといかん。漏れてるだって、かわいいよ。いちのさん、どうでしょうね、元気だといいな。うんうんうん、かわいいね。かわいいですね。あらら、かわいいですね。かわいいですね。さあ、マキコさんもありますよ。ゆっちの欲しいだってあげませんよ。マキコさんはこちら、かわいいあるあるある、ちゃんとありますよ。マキコさん、そんな怒らないであります。かっこいいな、マキコさん。かわいい、かっこかわいい、言い方合ってる。かっこいいし、かわいい、かっこいいね。若いだって、ヤンキー感がだって、かっこいいね。でもかわいいよね、あれが危ない音になる。そんなことはない、え、そんなことはないよ。ん、かっこいい、はいリカちゃんに見せつけて、かっこいい、かわいい、リカちゃんに見せつけようかなって思ってます。あとはポスターは最後にして、T シャツですかね。T シャツはこちら。あれ、あ、こちら。てってでー。誰だっけ、これ今誰？これいいのさんか。やばい。リカちゃん持ってるかも。え、それはマジですごいな。すごい愛だな。だるまさん、ありがとうございます。てってでーん。すごい。これ開けよっかな。てれってれってれん、てれってれん。全員分映ってないからね、この3面じゃね。めっちゃ個性ある。そう、いいか、アメコミ、アメコミっていうの。てれん、かっこいい。うらやまだってね、カノもいっぱい届いてびっくり、ありがとうございます。はい、きとく映らないけどね。でも今日の配信の角度じゃアメリカンコミック、なるほどね、アメリカンコミック。こんばんは、買い込みましたね、黒買いました。とりあえず白きます。さあ、どんな感じでしょう。てんてれん、はっはっは、ドン、はっはっは、いい感じ、いい感じですね。とてもかっこいいですね、かっきー、ほっほっほ。サイン付きね、サインしたい。くわちゃんちゃんちゃん、体育の日バージョントロフィーありがとうございます。シゲダメだから、あ、なるほど、知らなかった、ダメだな、まだまだ後輩として。で、おしげさん、おしげちゃん、おしげ、え、よし、出演者みたいだって、なんてこと言うの、出演者だよ、ちゃんといますよ。カノンさんも、カノンさんもいるん
ケが決まってる。じゃあ来て配信します。いい感じ、いいね、ありがとうございます。地獄さん惜しいけー、かっこいい、いたーっていなかったらどうするの。はい、じゃあ次はお写真、お写真もあるんですよね。これなんて言うんだっけ、ポスターカードだったっけ。これもね、ランダムのやつ、いっぱいあるから、さやか、ちかこさん、ポストカードか、ポスターカードってなんかおかしいよね、ポスターの持ってない、ポストカード、うん、失礼いたしました。あ、でもね、大人のカフェさんね、多分いなかったですね。ポストカード、ポストカード、さあ開封の時、まあ開封したんだけど、ちょっと T シャツもう一度見せて、変な笑みを浮かべてしまった、にゃって。見えますか、全体像。はい、いい感じ、いい感じ、いい感じ、えい、いい感じですね。加賀さん見たいな、フライングしてみた、ちょっとフライング、ちょっと遠いかも、だって難しいね難しいね、この辺こんな感じ、こんな感じかな。スクショしたよ、だってありがとうございます。こんな感じです、かっこいい、こんばんは、かっこいいです。こんばんは、マジいいね、だってマジいいね。ではお写真を見るとき、じゃどうしても、ね、絵をね見せてもらおうと思うと外れちゃうの、顔が、あ、おしげさん、ちかこさんが、このこんな感じです、こんな感じです、おしゃんですね。ちかこさんのウインクがありました、じゃじゃーん、カノンの100倍うまいねカノンの100倍うまいね、ウインクが、もうこっから星がキラン、星がキランってもう なりそうな素晴らしいウインク。カノンはちょっと殴られてるみたいになっちゃうからあ、次はカノンさんのはですね、白テープはないでしょ、白ハンテープはないです。カノンさんのもね、これはカノンさんのショールームだから、カノンさんのも見ていきましょう。カノンさんのこちら、カノンさんのこちらです。カノンさんのちゃんと出てきました、嬉しい。これでカノンが一枚もなかったらちょっとピンだった。ちゃんとありました、イエイ、はい、ありがとう、いいね、ありがとう、同じポーズしてみよう嫌だ、恥ずかしい、美しい。卒業写真の中でもね、制服だからカノさんも全身です、あ、いいな、女子アナ感いいね、その子可愛いだと、私だよ、ドイツ人物だよ、もう SK に入ってるよ、皆さんひどいなおほほほほ、ちょっと何やってるのか分かんない、ポーズを決めてる、そういうこと。さあ次は、あ、マキコさん、あ、もうスネちゃんになっちゃうからね、
マーキコさん、マーキコさん、マイクの、マイクじゃなかった、バイクのヘルメットを持ってるマーキコさん。もうこれはもういつもだね。いつもじゃないけど、いつもと言われても過言ではないぐらいにやってる。オラマルのはありません、マキコさん。歌詞ライド欲しいなっちゃった。でもありがとう、私服みたいだって。着こなしがすごい、すごいね。さあさあさあ、どんどか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 。カモンさんほらもう一個あったけど同じポーズなんだよな、全く一緒の写真になっちゃった。あらら、すぬちゃんのはないです。スペインして滑りそう。川崎てててん、あんま指紋つけないようにしないとな。ゆっち帽子かぶってる、帽子かぶってる。衣装すごい、スカイダブっちゃった。そうランダムなの、そうかわいい、すごいかわいい。バナナで滑ります。滑ります。あ、かわいい。伊達さんとかのちゃんトレードして、トレード。あのね、ゆっちのはね、衣装がね多分ね直前というか本番では違ったの。これちょっと違う、これ変わった、ジャケット変わりました。もうちょっとね、もうちょっとあの動きやすいやつに変わった。ちょっとねこれはすごいね、衣装としてそのこの写真としてはねすごくいい感じだったんだけど、動く時にね多分ちょっとあのここがね、ここの首がねって言ってたと思う。ゆっちの欲しいのあげないよ、あげません。ちょっと人物で分けてみよう。マツコさん、チカコさん、ゆっち、チカコさん、私のさ、サイナさん、サイナさんの全身あった。はは、かわいい、すごいね。ちょっとお姉さん系な顔、こっちはお姉さん系な顔、お姉さん系な顔なんだけど、なんて言ったらいいの、ちょっとお上品な顔、お上品な顔、難しいな、かわいい。そう、この衣装がね似合いすぎなのよね。三ちゃんにの人欲しいだって。ひどいな。サイナちゃん、ちゃん、いい女でしょ、すごいよね、もういい女ですって言うしかない。いい女ですって言うしかない。さあワケワケして、ワケワケすると結果発表、結果発表は、さあじゃあサリナさん、ふゆっぴさん、ふゆっぴのお母さんかな、ふゆっぴのお母さんかなってね、すごかったね昇格発表の時。わけわけの結果は、てて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 てー、ああ待って、ててててサリナさんが2枚、サリナさん2枚、そしてカノンも2枚、ててーん、2枚でした。カノンさん同じポーズ2枚来ちゃった。記念、記念にちゃんと保管でしょ。次、次はゆっち3枚、ゆっち2枚が一緒だった、1枚、3枚です。そしてちかこさんが1、2、3、4枚、4枚、あ、トレードってそういうこと、解雇したい、カノンも
したいって言ったらおかしいけど、ちょっと同じ写真だったら加賀さんとも見てみたいなって思うからっていう話ね。そう、でるってってでん。そしてマイクさんが1234枚、さあ4枚でございます。リカちゃんに自慢する。1枚あげようかなって思ったけど、いりますかリカちゃん。リカちゃんいりますか。暑いなこの部屋、ちょっとエアコンつけようかな。さあしまいますね。また見つけたら、見つかっちゃった。いりますって、リカちゃんいります。めちゃくちゃ買ってるしって、もうね惜しまず皆さんに発表。まだね、なんといってもまだポスターが待ってるから、これで終わったんじゃないんですよ。まだポスターがね待ってるから、ちょっとしまいますね。いらんしだって、強がっちゃってガチやでって、ガチ恋だから。一応まあ出演者だけど、ゲストだから、ゲストダメでした。叶わず、オラマル初のグッズが叶わず。絶対売れるオラマル、わかんないけど、可愛いもんだもんね。メリカレシピ高額にダメですよ、そんなそう、サインはしたいけどね、サインはしたいんだけど。では遠距離ポスター、ポスター、本物が欲しいだって。本物が欲しい、なんていう言葉。ポスターの発表です。じゃあまず全体の方から、大きいやつドーン、じゃじゃーん、すごいね、炎いますちゃんと。あ、やっと大人のカフェの方が出てきた。加賀さんと飯野さんと伊達さん。もうキャラが濃すぎて、ははは。ちょっと思い出したら笑いできちゃった。ててでーん、こんな感じで、これの反対側に個人個人のあのポスターがあるんですよ、ポスターが。そして。カノンさんはこちら。ではデカデカとしたカノンさんが登場します。偉そうにデカデカと失礼いたします。はい、じゃじゃらーん、カノンさんの登場。うん、笑ってますね、笑ってますね。こんなにデカいとちょっと恥ずかしいですね。こんなにデカいかってぐらいデカい、実物ぐらい、もう実物よりでかいのか。かわいい、ありがとうございます。あ、こうやってやったら同じ。あ、光ってるね、ういういしい、いい笑顔、ありがとう。本物にか、ちょっとこれはね、ちゃんともうメイクさんにもうバッチリメイクだから、そういうことだよ、ちょっとそうしとこう、そういうことだよ。いいね、嬉しいですね、やっぱりでかいからね。こんなでかでかと失礼。実物より大きいの、ほら、実物より大きい。これは本人だ、でも本人です。これちょっとどっかに飾っとこう、記念。いや、ちょっと恥ずかしいかも。